皆さんこんにちは。日本一周2トントラックの旅やりきりチャンネル106をご覧いただきましてありがとうございます。はい、ですね、今回のこの動画は、サムネにも、書いてありますけれども、やりきりついに29箇所制覇、何を制覇したのかっていうのは、この、今ご覧いただいている画面を見てすぐにピンとくる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やりきりチャンネル106号、この千葉県の地図ですねで書いてある、赤い、チェックが入っているところ、これ、ちょっとちっちゃくって数えられないと思うんですけれども、細かく数えると、29箇所ありまして、その29箇所、何かというと道の駅ですね、英語だと何て言うんだろうな、ロードサイドステーションっていうんでしょうかね、今回私たち日本一周してますけれども、最初に訪れた千葉県、どういうふうにこう回ろうかなっていう中で、目安というか、とりあえず、ルートを決めるときに、まず関東の道の駅を全部行こうっていうことで、スタンプブックを購入しまして、このスタンプブックを見ながら、道の駅を全部訪れるっていうことで、すでに制覇できたのがこの千葉県29箇所ということで、はい、それを制覇しました。パチ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 、ではですね、この道の駅29箇所どんなところだったのかっていうことで、モッティなりの、ダイジェスト版、ということで、どこの道の駅がどんな感じだったのかちょっと振り返ってみたいなと思います。で、振り返るにあたって、この、道の駅のですねホームページを見ながらですね、はい、動画の画面についていけるかわかんないですけども、これアフレコなので、はい、それをご紹介したいと思います。はい、1番目、富浦、富浦というと琵琶で有名なところですね。ここ琵琶で有名で、千葉県の中でも第1号の、道の駅です。あ、もうついていけない、鴨川オーシャンパーク、これも結構、できて古いんですけれども、ここはですね、もうオーシャンパーク写真に見るよりはかなり老朽化しているイメージのところでした。あー、間に合わないよ。はい、あずの里市原、ここはですね、裏側に恋人の丘っていうのがありましたね。そして、大津の里、記憶にない。長良、記憶にない。白浜の島崎、ここは、お休みでした。行ったらお休みっていうか、もう閉まってた。そして何、和田浦、和尾、ここはですね、クジラ漁で有名なところで、外のところに大きなクジラの、模型っていうんですかね、骨の、模型がありました。そして最後、市川、これは一番できて新しいところですね。はい、で市川は、他のところと違ってかなり新しくってモダンな雰囲気でした。はあ、もう全然この動画についていけないな。ちょっとまた改めてゆっくり説明したいと思います。はい、